ありがとうございました。10レース20戦1着になりました佐藤選手です。ありがとうございます。ご声援ありがとうございました。今日は吉田選手との連携でしたけども、はい、いい位置取ってくれてね、3番でキープしてくれたんで、まあ、最後自分のコースができたのかなと思います。吉田選手のバックの方からバックアタリから結構後ろを見てましたけど、あのあたりっていうのはバックが本当に強烈な向かい風なんで、仕掛けにくかったと思います、うん、はい、はい、まあ、それでちょっと遅くなってしまったような感じなんですかね。そうですね、まあ、3番手ということもあって、あとはもう前の2番手の選手がね、桑原さんが車間も切ってたんで、吉田的にはちょっと仕掛けにくかったのかなっていう感じはしましたね、後ろから見てたら、はい、まあ、その中瀬戸郎さんは中突っ込んできてましたけども、ご自身の状態っていうのはどうですか。まあ、あのコースしかなかったですね、1着目指すんであればね、まあ、吉田の外か吉田と桑原さんの間か今日踏んだコースが、まあ、1着だったらあそこでしたね、まあ、正解だったんじゃないかなと思います、はい。まあ、昨日はお休みでしたけど もうケアを中心という感じですか。そうですね、練習はせずにゆっくり休んでました、まあ、その分疲れも取れてよかったんじゃないかなと思います。今回台風がものすごいのが来るんじゃないかということで、ちょっと順延もあるかなっていう感じだと思いますけども、そのあたり聞いて過ごし方っていうのはいつもと違うんですか。まあそうですね、でもそんないつもと同じですよ、はい、その場その場でしっかり対応みんなしてると思います、はい、で基本的にはあるっていう感じで準備して、まあ、なかったらその時考えるみたいな。まあそうですね、はい。まあ、先ほど、まあ、ローラー乗られてましたけど、終わったローラーっていうのはどういったことを考えないかとか確かめながら乗られてるんですか。まあ、確かめるというよりは足に溜まった乳酸、疲労物質を全身に回す、流して疲労を軽減するという形ですかね、はい。でもそれだけに集中して無心に漕いでるみたいな。そうですね、いろんなこうポジションだったりとかそういうことを確認するというよりはその日の疲れを流すという感じですね。これ木原プロ、はい、カメラの位置が高いのかなか知らないけど、もうこんぐらいの方が、はい、男前ですか。男前に映ると思うよ。こう上から撮るとさこう頭だけでかくなってなんかこういう感じになるのよ。あ、これがこんぐらいになると、はい、ほらどう、こっちの方が男らしい感じになるの。 かっこいいですでしょ。これ、まあ、これは身長高いからしょうがねえんだよ木原プロ。はい、俺の時だけちょっと脚立用意してもらって。わかりました。限界木のせいだよ。ありがとうございます。